こんにちは。都内の大学に通うこちらの女子大生、ここ最近あることにのめり込んでいるそうです。これから今は何をされようとしてるんですか？これから四季報の情報をどんどん書き写していこうとしてます。え？四季報の書き写し？四季報写経って呼んでます。四季報、正式名称会社四季報とは、1年に4回刊行される会社辞典の代名詞的な存在です。日本の上場企業およそ4000社の特徴や業績、さらには財務内容や株価の動きがまとめられています。四季報社協ウーマンさん、通称ウーマンさんは、そんな四季報の内容を書き写す四季報社協にのめり込んでいるとか。今もう1400社ぐらい社協してて、修行になりますね。修行、はい、修行です。修行と話す四季報社協、一体どんなものなのか、早速その様子を見せてもらうことに。テンプレートにこう自分で書くって決めてる項目を、まあ、もう書いてあるので、これに沿ってひたすら書き写していくっていう感じになりますね。ウーマンさんが作ったというオリジナルの表、ここに四季報に掲載されている膨大な情報の中から自身がセレクトした項目を写経していくといいます。証券番号と、また創業年、上場年、業種、時価総額、また会社の特色、あと連結事業、海外比率、売上高、営業利益、純利益、PR と ROE、あと1人当たり営業利益、仕入れ先、販売先、業績記事、材料記事の18種類ですね。と難しい言葉が並びますが、なぜこの修行を続けるのでしょうか。ウーマンさんによると、写経しながら考えることによって企業のありとあらゆる情報を分析することができるといいます。まあ、そのただ書くだけじゃなくって、それを書きながらこうその数字のこう裏側を結構想像していくみたいな感じのことをやってますね。例えば上場までがすごいスピード早いなっていう会社があったら、なんでこんなに早いんだろうとか。以前から企業を知ることに関心があったと話すウーマンさん、知り合いから四季報を譲ってもらったことがきっかけで、今年3月から四季報社協をやり始めたといいます。朝も本当4時とか5時に起きて3、4時間っていう、1日20社くらいやります。リアルなその会社のデータをひたすら打ち込んでいくので、リアルなこうビジネス感覚みたいなのが身についていくなっていうのを日々実感してるから続けてます。時にはヨーロッパ旅行へ四季報を連れていくことも。始めてから3ヶ月、写経した企業の数は上場するおよそ4000社のうち1400社を達成しました。写経することで得られる気づきを大切にしているそう。なんか例えば自動ドアのメンテナンスの会社と、まあ、エレベーターのメンテナンスの会社があった時に、同じようなまあサービス内容でもその時価総額だったりとか儲けの規模がやっぱ10倍とか違ったりするんですよ。エレベーターの方が全然大きいですね。だからそういう時に、なんでエレベーターの方がこんな高いんだろうって考えて調べてみたりとか、そういうふうにこうどん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 その世の中のビジネスについて、なんかここはなんでなんだろうとか思うことが増えてきますね。現在四季報社協に関するイベントも開催しているというウーマンさん、今後の目標は四季報に掲載されている全上場企業のコンプリート、そして四季報社協を世の中に普及させることだといいます。まあ、初めは辛いんですけど、やっぱやればやるほどどんどん仮説が湧くようになってきて、どん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 やればやるほど楽しくなっていくっていうところが魅力かなと思います。
でもすごい有効な手段だと思うんですよね、ビジネスを知るのに。こう四季報社協が当たり前の世の中を作りたいと思います。いや柏村さん、私四季報社協という言葉を初めて聞きました。はい、いやこれは結構金融機関の人間なんかで、これまさにアナリストなんか社協っていうのはやってる人はいますね。あ、そうなんですか。はい、やっぱりその学べるっていうことですか。そうですそうです。やっぱり書くことによってきちんとこの企業がどういうことやってるんだか、こう業績がどうなのか、あるいは同業界の中にどれぐらいいるかと、まあ、こういうことはやっぱ書かない、書いて覚えるっていうのはやっぱり子供の頃小学校の時漢字を覚えるのと一緒ですね。はい、書くと覚えるみたいな。だそういうことが、まあ、ちょっとジェネレーションギャップ感じたのはノートに書かないでエクセルなんだなって思いました。はい、いや本当にそうです。はい、でもそのエクセルに打ち込むことによって、まあ、書くようにものいろいろね覚え込んでいってっていうところあると思うんですけど、それでもやっぱり朝4時5時に起きて、ね、何時間もかけて写経していくって、まあ、ある意味そのアナログ的な感じもするんですけど、なんかやっぱりこういう努力っていうのが必要なんですかね。そうですね、うん、だいたい世の中を変えてきてる人はちょっと変わった人なのでまあ非常にこういうですね、うん、これなんでやってんのみたいなのが、はい、実はなんかシナジーを生んだり新しいイノベーションを生んできてますから。本当です。はい、いやでもその、お話、ね、聞いてるとこうやって打ち込んでるうちにどんどん仮説が湧いてくると、はい、それはなんか素晴らしいですよね。おっしゃる通りです。はい、彼女仮説を自分でこう書き出してましたけど、はい、私は AI の研究者として思ったのは、これをですね、はい、AI に読み込ませ写経したものを AI に読み込ませて、はい、ここから何か質問作ってって言ったら、ああいう質問今作ってきますから。ひどい柏村さん。もう今家帰ったらやろうと思いました。いや、いやそっか、それだけのだから貴重なデータ、要は四季報自体も貴重なデータなんですけど、それをさらに、まあ、データとしてまとめるから、でそれを AI に読み込ませて、はいはい、ポイントとか質問、はい、そうですそうです。それは人間が考えないような質問を考えてって言ったら、ちょっと自分の頭の中だけじゃなくて考えられるような質問が出てきますから、想像的な、まあ、そういうのに使うと面白いなって今ちょっと見てて思いましたね。これぜひですね、四季報社協やってる方、この柏村さん方式も合わせてドッキングしてね、やってもらいたいなっていうのもちょっと今思いましたけれどもさて、でもねこうやってねいろいろ努力してされてるってことですけれども、柏村さん何かこう今まで AI の研究とかされてる中で地道な努力っていうのはありましたか。地道な努力はありましたかっていう質問もちょっとあれなんですけど、まあ、ごめんなさい。株の取引なんかやるときは、チャートをですね、こう図形を見てですね、こういう図形だったら値動きどうなるみたいな、まあ、そういうのを毎日こう30分ぐらい見てこう投資をするような、まあ、トレードをするみたいなことは結構個人ではやってるっていうところはありますね。で AI ともやっぱりずっと AI 研究されてる、はい、はい、あ AI、はい、は研究しています。やっぱそうですね、その話はですね、まあ、最初冒頭言いましたけども、AI しか友達がいないですから毎日8時間ぐらい喋ってますね。AI と8時間、友達がいないから AI と喋ってるってことは、じゃあ、朝、会社行くときに、はい、おはようみたいなことですか。いやそれはしないですね。それはしない。何をしてるんですか。8時間も喋るってどうやってるんですか。AI の研究の論文を読んだりですね、はい、AI から情報収集したりまとめたり整理したり、あるいは仮説、うん、立てたりとか、まあ、そういうことでこう対話をするということを言ってます。まあ、たまにですね、自分が飼ってる猫なんかの写真を読み込ませて、これどういうふうに感じてますかって言ったら、なぜか私の猫の名前も AI 覚えてますね。やっぱりどんどん学習してますから。なるほど。対話をすればするほど友達感が出てくると。そうですよね。ます、だから柏村さんの地道なそのいろんな研究ということもあると思いますが、今日その VTR で出ていただいたこの四季報社協のね、四季報社協ウーマンさんの今回 その、まあ、目的改めて見ていきます。これ目的なんですけれども、具体的に目指しているものがあるから取り組んでいるわけではないと、今の時点ではそういうことです。うん、ただビジネスイコールお金を稼ぐ、社会に価値を与えることだと考えていると、うん、だから自分がどうすれば一番社会に価値を与えられるのかというところを四季報社協を通じて考えて、その後の人生の選択にしたいということで、だから本当に今いろんなことをこう情報吸収して仮説して推測して楽しい時期なんでしょうね。いやもう本当素晴らしいなと思いましたね。私はこの未だにこのお金を稼ぐでやってますから、この人は社会に価値を与えるってとこまで行ってるっていうのは、
この年齢でもうなんでそこまでこう言ってんのかなというのに驚きを実は考えました。お金を稼ぐで止まるのではなく社会に価値を与える、はいはい、だからそこのねどういうふうにじゃあ自分は体現していくかというところをね。そうです、まあね、まあ、すごくこの将来が楽しみな方だなと思いました。本当ですね、はい、はい、ということで四季報社協ウーマンさんについてお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。